ということでね、皆さん、あ、もうトレジャー、もう心置きなくスプラトゥーンでいきますよ。もう俺もトレジャークルーザーも俺は半引退ですね。もうなんかいろいろいいアップデートが来ないと俺はもうやんない。もうさすがにもうモチベーションが持たない。大連戦うざすぎるでしょ。あんな雑魚4人も倒さなきゃいけないし、道中も下手したら4人倒さなきゃいけないでしょ。4人倒さないと倒せない、もうクソゲーだよそんな。もういい。課金する財力はないけど、課金できたらそりゃ楽しいよ。トレジャーマップなんて決戦なんか回り放題だし、スタミナやり放題だってノンストレスでできるけどさ、そのだから俺はもう課金できるまではトレジャークルーズやらないな。課金できるまでトレジャークルーズが俺があればいいけどな、マジで。俺もトレジャークルーズ嫌いだ。なんだ、あー楽しい。まあ普通に楽しいわ、スプラトゥーンの方が。もうマジね、もうバットだよ、もうトレクルクソつまんねえわマジで。いやもうさすがに最近はつまんなくなったよ、もうトレジャーマップが出てからで。もっと簡単にしてくれてもいいのにな。もっとさ、なんボスをなんか5体くらい置くのやめてほしいよ。小ボスでもあるけどさ、それがきつすぎるわ。ロボットボム粘着しすぎない？あれストーカーじゃん、あんな。トレジャークルーザーきつい。スプラトゥーンの方が楽しい。ガチでスプラトゥーン楽しいわ。いやもうほんとクソだ、最後の最後までクソだな。うん、モンスト始めようかな。もうモンスト始めるわマジで。あ、死んじゃった。モンスト始めようか。でもモンストもモンストだからな、もう。まあ課金できる財力ができるまで俺はもうトレジャークルーザーやらないですね。もうほんとクソゲーマジやんね。もう頭きた。ああ、もうもうきついよな。で負けても楽しいんだぞ。いやもうなんかトレジャークルーズなんかね、それもなんかそのトレジャーマップのつなぎがまたつまんないわけよ。復刻三大賞とか言ってそんなつまんない、ね。だからまあ一応公式アカウントはフォローして見てみますけど、まあ見てね、面白いイベント来なかったんだったらやらないし、あと次来る和田摘も超つまんないでしょ。和田摘なんてさ、和田摘ガチャゲンも出ねえのにあんなやりやがってよ。俺もほんとクソだと思うマジで。もうトレジャーマップ、もうトレジャークルーザー楽しくない。だって今10連引いてさ、トレジャーなんとかでさえ出ないんだよ。トレジャーのトレジャーマップ対象キャラでさえ出ない。はぁ、じゃない、なんかそういうとこだよな。もうやんないね。消しはしないけど、もう大事なデータがあるんで。でもその進化前が弱いわけよ、やっぱこのゲーム使いづらいんだよな、進化前が。スゴフェス、うん、このだから情報修正ってね、戦国以外してないんですよこのゲーム多分ね。
戦国以外情報修正したことないんで、もうそこで間違えてよな。どんどん情報修正したり下方修正してゲームのバランス調節するんじゃなくて、もうはぁ、あ、はぁはぁ、あ、新しいキャラ出せばいいんでしょうみたいな、そういうキャラ、そういう姿勢だよな。なんかもう俺はやんないな。トレジャークルーザーもう飽きた。あーさすがにもう疲れた、うん、面白くないじゃん。それは面白いのは課金しないと面白くないっていうのがさ、何なんだろうなーって思ってさ、だってやられても楽しいからね、スプラッテ。相手にやられてデスっても面白いって。でもさすがにもう俺は取れちゃう。でもまあ気が変わって明日、まあ、やるってなるかもしれないけど、でももうガチで俺も何回もこうなってるんです俺は。もうねやらないって決めてだいぶもう一回もガチでトレジャークルーズのあのね、もう本当にやらねえよバーカってなった時もあったんですけどね。そのうわどういたかお前いたかあのねスペシャル使っててもね、ああいやあのトレジャークルーズはね一回ねなんだっけな白ひげの時あったんですよ。もうガチで10連引いてもいいのでね、ゴミしか出ないってなって、だってここまで被るゲームで絶対操作されてるような確率みたいな、うん、俺はもう K さんみたいなスタイルでこれからもトレジャークルーズやることになる。 K さんはもうね俺はやんない。ほぼててよかった今死んだんだよね。今ちょっとねあの攻撃を避けてて生きててよかったってやろうと思ったら生きててよかったって発言したら殺されたんだけど、あれあこれ9番ボムだった、カーリングボムかと思った。うんカーリングボムラッシュなんだけど、うんどこライジンステップやられちゃった。いやでも楽しいわスプラトゥーン、楽しい。もうトレジャークルーズっていうねクソゲーとはおさらばですよ。あっちいたな、トレジャークルーズっていうゲームとはおさらば。うんこうジェスチャーつけてね。いやでも本当につまってな、やっぱ改めて気づいたわ、なんでみんなトレジャークルーズやらないんだろう。キャラゲーだからちょっと俺はもうこれからはもう攻略サイトでねでしか、うわかっこいいキャラだなとか、うわ美人なキャラだなとしか以外見ない。だって当たんないんだもん俺は。あランクアップ20になりました、なりました、ね、加速していったぞ、滑舌が加速するって。いやでも本当になんかな、サニーっていうくらいもう、やめる。きついよね。あのもうこのゲームにはついていけない。あんなに俺トレジャークルーズ大好きって言ってて俺がもうやめるってことは相当でしょ。だからニコニコ動画のプレミアム会員やめたみたいなもんよ。さすがにもうねバレンタインキャラとかも、まあ、もう眺めるだけだよね。もう見るせん。まあ課金すれば楽しいけど、でそのさやっぱ俺も一応まあニートだけど学生であるじゃん、お金は稼げないわけよ。うんでいろいろまあまあ社会不適合者であってね、やっぱりそので働きたくないとか言ってるようなやつってお金は生まれないんですよ。そんなやつが課金なんかしちゃダメじゃん、お年玉でとかね。もっと有効な使い方もあるだろうし、まあ、お年玉に有効な使い方どこがあるか知らないけど、でももうさすがにやんないな俺はこれは、うん、もうきついね。うんいやもうさすがにもうきついよね。
トレジャークザも俺はやらない。もうなんだってトレジャーマップのキャラクターみんな弱いんだもん。でやっとエース強いかって思っても、もうその頃には俺体力尽きてね。だってまずミホークの時、ま、力属性のキャラは強いよな。キャベツも確かに強いけどでも弱いもんな。結局火力がかかるのが最後3人なんですよ。あ、にもう一度試しくださいって言われた。って俺はもうわけ、彼かかんの結局あれじゃん、3人だけなんですよね、最後の 3.75 倍で。心属性も3人いなきゃいけないわけですよ。メンバー限られるわけですよね。で最近はなんかほぼテンプレパーティーができちゃってるじゃないですか。ドフラミンゴだってもう野心編成だって実装されたキャラクターみたいのでっていうので、なんかそれはなーって思いません？ジャブラ当たったからこれから使っていくかもしれないけど、ジャブラなーって感じですけど、うん、ジャブラ当たったくらいじゃ俺始めませんけどね。もうさすがにもうね、一回頭冷やそうと。ちょっと俺もう眺めますもん。当分トレジャークルーズは面白いイベントが来ない限りやらないね。で2月中旬もまたやるってよ。うん、俺はもうさすがについていけないね。エース強いよ、確かにエースは。うん、でも俺はやんないな、楽しくないんだもん。だって愚痴ばっかになっちゃうけどさ、楽しいからゲームなんじゃん。それなのにあんな作業みたいな。だからソシャゲって作業だからな、ほぼ。だから俺がやってるウェーブってゲームはハンドスピナーみたいなもんなんですよ。操作がすごい簡単でやることもないから。だからそのあれですよ、トレジャーだってトレジャークルーズ、まあソシャゲが作業になるのはしょうがないけど、作業さえもできないわけじゃないですか。作業を楽ちんにもできない、オート機能もないわけだし、そのね、そうでしょ。みんなモンストとかだったらなんかこうやってピュッ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 ってやってるだけでクリアできるじゃん。なんかすごいキャラをしっかり集めればどんなに課金しちゃってできないからな。そこなんですよね。作業とか周回するにしても時間かかるんですよ。集中してなきゃいけないし面白くないしっていう、そこなんですよね。だから作業になったとしても作業が楽じゃないっていうのはやっぱ負担ですよね。うん、だってトレジャーマップその、ま、作業は俺な何回も言うけどしょうがないじゃん。ソシャゲで強いキャラを手に入れるには、ま、作業になるべくならないようにはしてほしいけど、でもやっぱ作業になっちゃうじゃん。でそれをいかに楽ちんにできるかってもんじゃん。もうゲームじゃないよもはや。それはもう仕事でもない、なんかよくわからないものになるけど、でもやっぱ楽な方がいいじゃん作業は。それで新しいイベントにみたいな。だからそのトレジャークルーズっていうのは作業しにくいわけですよ。その期間限定のなんか必殺技マックス戦みたいのに乗らないとできないわけだから、そこを失敗してるんだよなトレジャークルーズっていうのは。作業がしにくいんですよ。
決戦集会するにしろめんどくさいでしょあんな。テレビ見ながらすることっていうのはテレビ見ながらもできるけどめんどくさいよなっていうのあるよね。そこもあるよね。結局やっぱ作業になるのはしょうがないかもしれない。ソシャゲはそれを打破するには革命的な何かもうゲーム、うん、でもできてるんだよこういう家庭ゲームっていうのは。作業じゃないんだよね。そこなんだよな。できるはずなんだよそういうゲームにも。収益のビジネスとしか考えてなくてつまらなくなってしまうのかな。でもトレジャークルーズもなんかなあんま面白くないよな、よくよく考えたら。うん、もう最近もう本当に俺2連続あの10連で負けてるんですよ。タイプ限定30個。あの時も絶望を味わってもうああ仕留めなきゃいけないってなってトレジャーマップのために。で今50個でなんかいいの来るかなと思ったら来ねえ。かぶりさえ来なかった。最悪レイリーかぶりさえふざけんなみたいなオチにしたかったけど赤髪一つも来なかった。ほんとクソだよねこのゲーム。俺もだから俺引きたくないんだよね。でも俺のね引退をかけたやつにもかかわらず出ないっていうクソだよほんとクソクソ。俺もトレジャーマップって苦痛だもん。俺ねやりたくないもんをやらないっていうのは俺のやり方だ。あな、ここ痛くなったな、うん、そうじゃん。やりたくないもんってさ、これ娯楽じゃんゲームって。娯楽で苦痛感じてどうすんだよって思わないみんな。で生きる上でやりたくないことはしょうがないかもしれないけど、でもそこの息抜きでなんで辛い思いしなきゃいけないのって話じゃん。うん、それは生きることには辛いこともあります人間関係、それは確かに生きるためだからしょうがないけど、その生きてる間で生きることで辛いことたくさんあった、今日も頑張った、じゃあ息抜きストレス解消みたいなしようってゲームでストレス溜めてどうすんだよって思わない。トレジャークルーズはそこだよね。ほんとキャラゲーだよね。うん、うん、もうね溜まりに溜まったヘイトが爆発しました。やってらんないっすよ。わかるわこれの気持ちは。だってトレジャー確かにトレジャーマップ面白いけど、なんかキャラ強いのはいいんだけど、だったらもうちょっと簡単に手に入れさせてくれよって。なんか作業じゃん。パーティー考えるのもだるくない。だってああやって一つのあのキャラ複数使用禁止とか言われてさ、5つもパーティー考えなきゃいけないし、で対策も練らなきゃいけないし、めんどくせえよ。そんなんやってらんねえよって話じゃん。俺はそう思うな。うん、さすがにもう俺はやらないな。もういいってなった。爆発しましたね。今回のスゴフェスでさえいい思いしてもらえないと、もう一生クソで。あ、そうだ、でも一応報酬だけ見とこう。ランキングでどんな報酬いいもらえるのかなって。ちょっと痛いな。ちょっと名前変えるかな、トリクルワクソって名前。ああ本当にきつい。こういうのするとなんか横山みどりさんの事例でなんか訴えられる可能性もあるからひどいよね。でもクソはクソじゃん。うんこにクソって言って何が悪いんだよ、楽しいなじゃん。あーうぜえな。あ、リーグ残留してた一応。でも俺もう今回で落ちますけどね。はい、トレジャー報酬は何でしょうかと。あーでもそんななんか、うん、まあ、クソはクソだな。やっぱりクソだわ。
え、トレジャーポイント1ポイント取らないと見せてくれないんだってさ。じゃあ見なくていいですよ。はあ、疲れた。もうなんかここら辺ちょっとスプラトゥーンも一回やめるわということでね。あ、もうトレジャークルーズやめてスプラトゥーンで遊ぶよぞっていうね。あ、そうだ、ちょっと、あ、武器地行くわ。武器地でね、ちょっといっぱい武器買うわ、ストレス発散で。ギアとかも厳選しなきゃいけないけどね。でもスプラトゥーンは楽しいんだよな。あ、ランクが上がったから、ダイナモローラー、ダイナモ感覚、ダイナモ感覚。あー、でもちょっとは塗りが、あー楽しそう。あー、ダイナモローラー楽しそうだな。ダイナモ感覚、ダイナモ感覚。あー、ダイナモローラー意外に楽しい。よし、何買おっかな。 N ザップとか買いたいな。インクアーマー、マルチミサイル、どっちか。9番インクアーマー、じゃあこっちだな。 N ザップ、クロザップ、ジェッツカス、あ、ジェッカスは俺持ってないんだ。スクイックリンとかもな。そう、スパイガジェットいいんじゃないかなって思ってる。スパイガジェットめちゃくちゃ強くない？弾、俺スパイガジェットちょっとね、強武器感がするんだよ。だからちょっと買っとくわ。 N ザップと何買おうかな。欲しい武器、あ、これくらいかな。でパラシェルター強くないと俺は思う。あ、スーパー着信トラップね、変な組み合わせだな。あー、ケルビン、これもなんかやめとくわ。スペシウム、ね、こっちだな。スペシウバブラン、ちょっと今武器いっぱい買ってるんですよね。あー、ロボバッシャーですねバッシャー、必戦がね、俺がめちゃくちゃ強かった時代なんです、俺が。あー、全然強いな今でも、普通に使えない。あー、遅いな。なんか当時よりは強くないけど。難しいんだよな、こういうの。
あれ今作シャープマーカー出てる？あ、ちょっと、あー、いや、まあいいか、ちょっと、みたいな。まああと5分ちょっとみんな我慢してくれ。いや、5分以上いくかもしれないけど。今作シャープマーカー、なんだこのパラシェルター、気持ち悪い。あ、あのでかいやつか。あ、シャープマーカーあった、ランク25だ。きちいよー。ランク30まで俺遊ばなきゃいけないんか。でもなー、ちょっとあとランク10頑張ります俺。うん、痛い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 、爪ごっそーって持ってからそうになった。なんでそんな露骨に鼻をクソをほじ、鼻をほじ、鼻クソほじる言うな。なんで俺女の子にしてんだろうな。なんで俺女の子にしてんだろう。ちょっとメニューで変えるか。その他、プレイヤー設定。あ、でも男嫌だな。次肌の色めっちゃ黒い。あ、でも男は白い方がいいか。そう、ヘアスタイル、お、須田まさきヘアスタイル、おお、剣山みたいな髪型、おー、これどっかで見たことある。これもあのイケメン、イケメンで、おお、これはプッチンプだ。まあね、この変な挑戦的な感じ。ボトムスどれにしますかと。おー、かっこいいな、これですね。オッケー、オッケーでしゃぐねーしゃぐねーよし、これ決まった。俺流の釈迦ですの言い方はこれですね。やばい、釈迦ですって言って頭痛くなっちゃう。パワーをすごい消費するな、釈迦ですということによって。マジックパワー20くらい、20使ったな今のは。チャ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 、パラシェルターは移動速度が多い方がいいのかな。まあいいや、パラシェルターじゃない方ね。あ、ちょっと痛えな、メガネガチ痛えな、骨が変形してんだ。ちょっとメガネ変えなきゃな。もう一個あんだけどね、メガネね、俺ね。まあいいや、多分そこら辺に落ちてんでしょう。ということでね、ありがとうございました。